で、なんかね、今日ね、ちょっと家にこれもつかないんでしょ。本当にさ、なんか買ったはいいけど使わないもの家にない。ね、もったいないよね。今だったらメルカリとかでネットで売れたりするんだけど、まあ、はっきり言って質屋って超狙い目なの。質屋ってね、みんなよくわかんないと思うけど、どんなものがどんぐらいで売れるかっていうと、例えばこういうのブランドもの、シャネルとかヴィトンとか、こういうブランドもの、これは新しい商品とか人気があると10万、20万、30万になるし、だけど逆にブランド物でも古かったり人気がないともう1万円もしなかったりするの。でさらにブランド物のいいところって、なんか何あれ買った時より高く売れたりするのね。すごいハッピーじゃない。こういうのがね、質屋はできるんですよ。じゃあ逆にノーブランドの商品は、ノーブランドだったらなんと買ってくれないんですよね。0円だけど、お店によってはまとめ売りっていう方法があって、ノーブランドのものをバーってまとめ売りで買ってくれるところがあるから、こういうことすると、まあ、経済的でめちゃめちゃいいなと思って、今日は言葉も質屋に入れれたらよくないっていう話なんですよ。使ってないもの質屋に入れたいじゃん。例えば揚げぽよ、これいらないよね。もうね、3分くらい前に厨房生がすごいテンション上がった時に揚げぽよって言ったんだけど、使わないじゃん。だって人気なんか売れないんじゃないと思うじゃん。だけど今飲み会でおっさんが揚げぽよで使ってんのよ。おじさん向けにね、今質屋入れちゃった方がいいから、これ今売り時ね、質屋ね。あとね、使ってないものってこれだよね、激おこぷんぷん丸。これね、うちもね、もう流行ってるって聞いて、これも女子中高生が怒った時に激おこぷんぷん丸って使うって聞いてストックに入れといたの。でも本当に怒った時に出ないよね。無理だよね。上司がさ、お前ちょっと来い、ちょっと来い、俺今結局プンプン丸だぞって言ってたから、許してもらえたのかな。もっと怒られちゃうのか。だからね、使ったことなくてタグついたまんまなんですよね。新品未使用、新品未使用、新しいってことは高く売れるんじゃないって思うんだけど、やっぱこういうのって人気がないからもう売れないの。じゃあまとめ売りだよね。何と一緒にまとめ売りするのかな。デペロだよね。これはね、もうまとめ売り、これね今も使いたいんだけど、もう使えないじゃん。ローラが特許取ったじゃん。もうさ、うちらが使うとパチモンじゃん。パチモンって今法律で禁止されてるから使えないんだよね。じゃあさ、まとめ売りってことはもっと入れた方がいいじゃん。もっとね、古いやつとか入れようって。もう部屋とか見てみや。うちもそうなんだけど、昭和生まれの人多分使ってないよね。ジョベリバ、ジョベリブ、MK バイ。平成生まれわかんないから使ってない。で、そのままもうちょっとまとめ売り持ってきたいから、もう親の部屋とか行ってみ。奥の方にあるはずだから。ドローン倍ならバッチリある。もうやば、流行りって早いから、もう今のうちに売っといた方がいいやつね。質屋入れといた方がいいやつこれだよね。タピル、これ知ってる？タピルってね、今タピオカミルクティー超流行ってんじゃん。みんなね、それ買いに行くときにタピロー、タピローって言うんだけど、こもう来年だったら純新作再来年廃盤になります。今のうちに、今のうちに。で、あとさっき言ったんだけど、ブランド物とかって買った時よりも高く売れたりするじゃん。それね、今もこれ売っといた方がいい。パンパーね、パンパーね。ちょっと前もうほんとね、クソみたいな DJ とパンパーとか